か、和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿山忠です。はい、もう12月突入しました。はい、最初の週末です。はい、なんか寒さが増しました ね、 なんとなくね、そう言いながら半袖の T シャツ着てますけど、アキ子さんは今半袖になりましたね。はい、上着を脱いで、なんかね、あの上は暑いんですよ、はい、更年期のせいだと思うけど、下は寒いんですよ。足とかつま先とかは冷えてる、ね、はい、上は暑いんですよ。いやでもね、お天気もいろいろ変わりやすくてですね、そうですね、あとはまあインフルエンザ、ノロウイルスの流行も懸念されてます。そうですね、体調にはくれぐれも、予防注射も早めに、あ、そうですか、しましたけれども、だってご家族が多い方なんで、誰かが風邪ひくともう全部引いちゃうもんね。そうなんです。だからもう本当に、あこさん周り大丈夫ですか、風邪ひいてる方いませんか。今のとこいないですね。もううちね、昔から手洗いうがい徹底してやってるんですけど、はい、去年ごとと死かな、風邪ひいて、そのまま私副鼻腔炎になっちゃって、ありましたね。あの辛さが私にはもう恐ろしくて、鼻声が治らないという、鼻声が治らないのと耳が聞こえづらかったんですよ、はいはい、だからあの、なんていうの、家でテレビ見てて、でうちの旦那が帰ってきて、で帰ってきたと、帰る前に必ずうちピンポーンとかね、はい、鳴らすんですよ、はい、で急に帰ってくると怖いから、合図でね。そうなんです。それで旦那帰ってきたことも知らないで、リビングでテレビ見たら、で旦那帰ってきたら、でどうしたのって言ったら、あ、何がどうしたの、すごいよ、廊下にまで音が聞こえてるよ。そのテレビの音量が普段から割と大きめにしてるんですけど、うちのテレビですよ、21、2、3ぐらいにしてるんですよ。まあ映画によったり、はいはい、まあその曲によっても違うから。違いますね。それが67だったら最高。67だとアコさんの家の中の玄関のドアを越えて、越えて廊下に聞こえたんだ。67とか聞こえますね。いや本当にね、その時のディナーショーとか大変だったんですよ。もうイヤーモニターっつってこうね、あの、まあ、私がつけると本当に補聴器みたいに見えるってみんなによく言われるんですけど、なんか耳の穴大きいって話題になりましたもんね。本当に世界で3本の指が入る耳の穴が情けないよね。足が大きいのはもう散々話題になりましたけど、はい、耳の穴までビッグサイズ。だってこう形を取る粘土みたいなのあるんですよ、粉をね。それが1個で足んなかったんですよ、先生がおっしゃって。専門家が驚く。それもちっちゃい声でまだ入りますねとかおっしゃって。いやいや、そのイヤモニが、でもイヤモニが効かない。風でその副鼻腔炎ってのはなんか癖になるらしいんですよ、下手すると、ね、はい、だからもうそれが怖い。鼻声よりも何よりも耳が聞こえづらくなる、はい、なんか通ってるらしい、うん、でもちょっとその時に検査した時に脳にちょっと、あ、副鼻腔炎のちょっと海がちょっとありますねって言われて、やっぱ鼻とちょっとつながっていて、ってのだから風は万病のもとってのは本当そうですから、はい、皆さん気をつけてください。はい、そんな中でもアコさんがツイッターでね、はい、水曜日でしたか、はい、ちょっと心と体のバランスが悪くなっちゃって、はい、心療内科に行きますというふうに何気なくアコさんつぶやいたんだと思いますが、はい、だからツイッターの勢いはやっぱすごくて、すごいですね。大丈夫ですかとかみんなに言われちゃって、ヤフーニュースとかにもなりましたからね。これね、どう説明すればいいんだろう。いや、心療内科に行ったんですよ、はい、だってあの自慢することじゃないですけど、ちょっと誘導剤が効かなくなったんですよ。睡眠誘導剤が、はい、それずっとそれを飲んで時間調整で、まあ極端に言えばあの昨日なんかはもう10時ぐらいに寝てますけれども、もう起きるのも早いしね、今朝も。で明日も6時とか6時半に起きるためにはもう9時か10時ぐらいベッド入って、あとはもう今年末年始の番組やったりしてるから、もう本当に夜中の2時に寝ることもあれば、で朝かその10時に起きていいとかあるか分かんないんですよ、はいはい、で睡眠誘導剤をお医者様からもらってるんですね。でそれが今まで1錠で効いてたのに、1錠で寝ると思って寝れたのに、1錠飲んでさあ寝るぞと思う時に、あ、今日はこうしてあれだったんで、歌の歌詞はこうでとかっつったら、ちょっと寝れなくなっちゃって、でその内科の先生にちょっとこう薬じゃちょっと効かないんですけどって言ったら、先生が、あ、もうあの薬もいろんな種類がありますんで、まずはストレスを和らげていただきたいんですけど、お仕事柄ないですよね、心療内科に行ってくださいって言われて、それで心療内科に行って、その後リハーサルに行きますまで言ってんのに、なるほど、なんか病んでるように書かれてだからあれですね、より
きますっつって、うん、あそうですか大変ですよねとかっつって、で効きのいい漢方薬とかなんかね、それを先に飲んでとにかくリラックスして、でどういうこれ効き目があるんですかとかっつったら、いやあの普段の緊張と、いやいや先生仕事する前テンション上げていかないとダメなんじゃないだから先生が、その眠くなるとかそういう薬で、いや眠いとかそういうのあったら問答しちゃって、先生先生の方がより緊張したんですよ、ね、先生が薬飲まなきゃいけないやめてくださいよあこさんのかかったドクターが診療内科に行く、ほんと元気ですよ、よかったですね、ちゃんとニュアンス聞けばわかることだって、そんなこと言ったら来週は私歯の手術もするし、はいそう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 、いや歯医者さんに行くってあこさんがツイッターにつぶやかれてたから、そうそうそう、これですよね、で行って来週手術することに決まったんですよ、来週決まった、麻酔もするんだけど、まあ、それツイッターってどこまでやればいいの、みんなに聞いたら夕食はこれとかさ、朝ごはん何とかってのあるっていうから、どうすりゃいいんだろう、難しいですね、ニュアンスを伝えるのが、だから昨日なんて元気だぞみたいな、これから焼肉食いに行くぞ、あ書いてましたね、うまくリハーサルが行ったら焼肉食べるぞっていう、うん、でもお好み焼きにしましたけどそういうのもつぶやかなきゃダメなの、それはつぶやいてもらえないと困りますね、焼肉じゃないんだったら、お好み焼き見せればよかったね、美味しいお好み焼き食べたんだけど、あんまあ、元気です、とにかく、そうですね、はい、はい、まあでも本当に今週アコさん歌手モードでしたね、はい、徹子の部屋コンサートにご覧になった方からの感想も届いてます、すごかったですよ徹子さん、はい、どうかもう超満員、超満員ね、はい、初めて出させていただきましたけど、まあ、メンバーもすごいですね、はい、感動しましたね、そして FNS 歌謡祭、はい、クレイジーケンバンド横山健さんと水木奈々さんとあなたを鳴らすのあなたを熱唱されて、はい、それこそツイッターにはいろんな方が美和さんや柴崎コウさんとかね、はい、西内マリアさんや、はい、トリプル A の西島さんなど、はいはい、なんかみんな一緒に撮ってくれましたね、ちょっとつぶやかれてなんか病人みたいだからちょっと元気なとこ撮ってよはーいとかそういう意図がまたあの写真にはあったんですね、いやでもなんかみんなあの大好きだから私、はい、それでちょっとツイッターやり始めたから撮って撮ってとか、みんなも全然いいですよとかっつって、はい、なんか柴崎コウさんは自分の画像アプリに、はい、アッコさんとの写真とともに、うん、舞台裏にて歌の女王アッコさんとようやく現場で会えて嬉しいとコメントされたそうです、嬉しいですね、そういうふうに言っていただけると、そうですね、まあ、こういう交流もありながらと、はい、またいろいろメールでも後で紹介しますが、はい、もし裏話などあったら教えてください、はい、それではアッコさんの英語の先生バーバルさんとコラボレーションしたニューアルバム和田ソウルからの一曲をお送りしましょう、はい、The Music Futuring Barbara